始まりました、ぶらり歴史歩き。今回は箕面市にやってまいりました。羽田さんのご出身といえば豊中市。はい、そうです、豊中。ということは北摂には強いですよね。もちろん、あの北摂民なんで小学校の時に遠足で来ました。小学生の時の遠足の定番が箕面の滝。そうです。あ、そうなんや、はい、ただね、この箕面めちゃめちゃ見どころいっぱいで、はい、歴史もものすごい話せる、そんな場所なんですよ。近いけど意外とそれ歴史とか知らなかったね。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が都市図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。今回の舞台は大阪箕面市。都心からのアクセスも良く自然豊かなエリアで、新駅箕面茅野が開通するなどますます注目を集めています。そんな箕面市がどのように発展したのか、その歴史を深掘りします。それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。今我々は、はい、阪急電鉄の箕面駅、はい、まあ、その前にいてるわけなんですけども、目の前です。この阪急電鉄箕面駅、1910年、まあ、明治時代ですね、そこにできたそういう駅なんですけど、歴史ある。そうなんです、開業当初の地図をねちょっと用意しました。なんかこの赤いなんか輪をかけたように円形になってますね、これにもねちゃんと実は理由とか背景があるわけなんですよね。阪急電鉄といえば、はい、創業者の方といえば、もう小林一三さん。さすがやな。はい、もう、そうですよね、はい、豊中市民なんで、はい、まあ、その小林一三さんの開発もこの箕面しっかりと根付いてる、そんな場所なんですよね。ここからは箕面市立郷土資料館の馬場さんに詳しい話を伺います。赤い円形状になってるのすごく気になったんですけど。そうですね、はい、一応ね、ラケット型というふうに言われてるんですけども、はい、これはなぜかっていうのは、はっきりと書類に残ってたりとか、はい、いうことはしてないんで、まあ、ちょっと推測になると思いますけども、はい、まあ、先ほどちょっと話してた小林実蔵さんですね、はい、こういう沿線開発をするのに、その沿線のところに、まあ、エンターテインメントとか、はい、まあ、そういう付加価値をつけていくということと、うん、それから、住宅開発をするっていう、うん、この2つが、小林実蔵さんのですね鉄道事業の、まあ、スキームになるわけですね、うん、はい、でこの場所をですね、まあ、ラケット型にしてですね、うん、まあ、その中も有効活用しながら、はい、まあ、非常に話題を取っていこうという思いが、うん、多分小林実蔵さんの中にあったんじゃないかなと。ここはですね、はい、まあ、運動場があったりとか、うん、子どもの遊戯施設があったりとか、うん、の公会堂があったりとかですね、うん、はい、まあ、非常に皆さんがこう集える場所であると、うん、そんな町の発展のために考えられたラケット型の線路、実は他にも時代に合わせた配慮が。まあ、昔の電車っていうのは今みたいにパンタグラフじゃないんですよ。あ、そっか。でトロリーポールって言いましてね、こうなんかヒゲみたいにこう2本こう立ってるんですけども、それを今度、まあ、バックする時にですね、一旦入ってきてバックする時に非常にまあ架線から外して、うんうんっていう非常にまあややこしい作業があると。でもしこれが一筆書きでずっと一周行くんだったら、まあ、その手間も省けるやろうと、そういうまあ機能的な面もねあったんじゃないかと、こういうふうに言われてます。そうですね。そして当時の箕面駅には、駅の周りにも魅力的なスポットがあったんです。実はこれどこかというと、まさにこれ滝道、これを滝道滝道って言うんですよね。滝道のこの入り口にこの2本の金星塔というんですが、この塔が2つ建ってたと。その横にちょっとこういう建物が見えますけども、カフェパウリスタといって、当時としてはですね、大阪でも一二を争う会社のまあコーヒーショップですね、喫茶店ですね。1911年の6月にオープンしてますけども、これも多分小林実蔵のアイデアだったんじゃないかなと、文化の最先端だ、すごい、はい、今実はカフェパブリスタというのは1店舗だけ、銀座の8丁目にあります。まさかの銀座、銀座のカフェパブリスタの元々の1号店、はい、これです。一説にはね、よると銀ブ
銀ブラって言うやん。銀ブラ、はい、言いますね。銀ブラってどういう意味？え、銀座ブランドとか銀座を、はい、ブラブラするって言うやん、はい、それ素人さんらしいね。え、そう、素人、そう、あの辺りの、まあ、学生さんが銀座に行ってカフェパウリスタでブラジルコーヒーを飲むと、それが銀ブラっていう、ね、そういうことです。ブラジルコーヒーのブラやったんですか。本当にね、これ勉強して初めて知ったんですけど、はいはい、まさにこの銀座で楽しむブラジルコーヒーっていうのが、まあ、起源なんですよ。元は身のブラやったってことですか。そうかもしれんねんな、ほんまにな、ね、まあまあまあ、まあ、はい、畑さん、はい、俺も林先生に教えてもらっていいかな。そしてラケット型の線路の名残があるそうで、美濃駅近くの住宅街を進んでいくと、はい、ここでね、パッと左を見てください、はい、突然あれ、あれ、謎の階段が出てくるんです。一段高くなってるやん。本当ですね。建て替え中のあのビルからですね、うん、はい、この一段高いところをさーっと電車が走ってたんじゃないかなと。馬場さんの推測では、この高くなっている場所がちょうど電車が走っていた場所なんだとか。実際に現在の地形図と合わせてみても、おそらく線路が通っていた場所とも一致。不思議でしょ、この住宅街に突然、はい、結構高さありますよ、はい、ということはかつてこの高いところを、そうです、そうです、そうです。これが唯一残っている名残じゃないかな。これはすごいな。知らなかったらなんとなく通り過ぎちゃいそうですけど、知ったら感慨深い。不思議ですよね、まあ、確かに。いよいよやってきたのは滝道。美濃大滝へと続くおよそ 2.8km の遊歩道。梅田からもおよそ30分とアクセスも良く、紅葉のシーズンは多くの人でにぎわう観光スポット。で、ちょっとこの写真見せていただいて、立派な馬馬車、駅馬車ですね、うん、駅馬車。この駅馬車がですね、はい、まあ、昭和30年の初め頃から、はい、昭和58年ぐらいまでですね、はい、こういう形で、まあ、観光馬車をですね、滝の方まで走らせたと。今から行く道を、そうなんです、そうなんです、馬車できつい坂もありますので、はい、まあ、非常に馬にはね、うん、あの大変な負担なので、まあ、動物愛護の観点からも、うん、まあ、昭和58年にね、うん、ちょっと亡くなったということなんですけども、はい、まあ、当時はこういう馬車はがここを走ってたと。実際に馬車が走っていた名残として、滝道には馬の水飲み場の跡も残っています。さらにこちらの写真、これがね、ちょうど本当に、え、待って、今と一緒じゃないですか。今立ってるとこはまさにこの場所ですね。ほんまや。続いてやってきたのは美濃観光ホテル、パワーガーデンね。すごい、緑も多いですし、いいですね。先ほどあの、はい、ラケット型の話の中で小林一三さんがですね、はい、まあ、景勝地であるんですけども、はい、さらに付加価値をつけて、はい、集客をしようという話をしたと思うんです、はい、そうですね。ここも実は一つ集客装置をですね、はい、大きな集客装置を、うん、この場所で作ったんです、はい、さあそれは何でしょうか。私の希望では酒場。酒場。それごめんな、気持ち入れてない。いや、ちょっと歩いてきたし、レジャー施設というか、え、もうみんな家族がもう年寄りから子供さんまで、はい、まあ、集められる、そんなね、施設がここにあったんですよ。はい、はい、畑さん、動物園。はい、正解、正解でございます。これがまあ昔 の、 あの日本一の美濃動物園の、うん、広っ。の山の地形を使った約3万坪と言われてます。3万坪。この山の地形をうまく利用した動物園をですね、考えたんですね、うん、これ、馬さん、地形を利用したっていうのはどういったところに工夫ですか。はい、やはりこの自然 の、 その山の中をね、回遊できて、そこであの動物を見れるっていうより自然に近い形でね、見れたんじゃないかなというふうに思うんですね。当時国内最大規模だった動物園にはゾウやライオンなどもいました。開園の翌年には観覧車が作られるなどにぎわいましたが、その後開発が美濃から宝塚に集中するようになり、動物園は大正5年に閉園しました。これはちょっとあの説があるんですけど、はい、初めて日本に動物園っていうのを
紹介したのは福沢諭吉なんです。西洋事情という本が、まあ、1866年に出るんですけども、その中で、まあ、福沢諭吉が洋行して帰ってきて、その西洋事情を出すんですけども、その中に初めて動物園という言葉を出したというふうに言われています。で、これもまあ推測ですけども、小林地蔵は慶応義塾、で福沢諭吉はその時慶応義塾の塾長やったわけですよね。まあ、慶応義塾の創始者ですから、だからおそらく小林地蔵の頭の中に動物園っていうのはあったかもしれません。かちょうど慶応で小林地蔵さんが学んでたと、そうです、当然福沢諭吉さんの話も聞いただろうと、そうです、まあ、世界をこう見聞している諭吉の話を聞いていろいろひらめいたことっていうのもあるかもしれない、かもしれない、推測です、推測です、想像するのが楽しいですね。ですけど、そして箕面観光ホテルの近くに動物園の名残が。右をちらっと見てください、あそこにアーチ状のトンネル、はい、みたいに見えるあれが実は檻なんですね。ちょっと普段は入れないんですけど、今回特別に見せていただけるということで、どうぞ。すいません、じゃあ光栄です、失礼します。わあ、動物園に入りました。うわ、ここに明治の人ら来てたわけやね。これやろ、ほんまや、ちっちゃいトンネルなってる。まあ、ここに豹がいたんじゃないかと。まさにこう自然の地形を生かしながら飼育スペースを作ってたと、はいはい、だから今から110数年前ですかね、110数年前1世紀を、ね、1世紀前、はい、ね、やっぱ今でこそ動物園で全国各地ありますけど、はい、その明治の頃からこうやって動物園があってそれに親しめるっていうのって、うん、なかなか日本でもないわけですからね。あの珍しい子だと思いますね。はい、馬場さんとは一度別れ、滝道をさらに進んでいきます。さあ、やっぱ箕面といえばね、はい、あれ食べたくないです。いや、もうあれに決まりでしょう。ですよね。ちょっと読みますか、はい、やってきたのはこの地で100年以上営業を続ける紅葉。早速名物のもみじの天ぷらをいただく方に。いただきます。もうこのザクッとしたカリカリの香ばしさと、うん、あとカリンとみたいに甘い、ね、癖なる、これが癖なるよね、はい、先生もどうぞ。香ばしさ、はい、歯触りがたまらないですよね。そうですね、ごまも入ってるので噛み締めてもらったらごまの風味もあるかと思います。美味しい、これパクパクいけちゃう。もみじの天ぷらは箕面山で修行していた縁の行者が滝に映るもみじの美しさを称賛して葉を油で揚げ修行で訪れる旅人に提供したことが始まりなんだとか。やみやはるさん、はい、もみじの天ぷら、もみじの天ぷらっていうやんか、はい、その辺に自生してるあのもみじの葉っぱやと思ってない。え、この目の前のもみじじゃないんですか。違うんですよね。違うんですよ。え、どういうこと。めちゃめちゃ手間かかってるんですよね。そうですね、食用のもみじ、一行寺もみじというものがありまして、うん、それを収穫して、はい、で塩漬けをして、うん、でまた1枚ずつこんな感じに揃えさせて、あの揃えさせてもらって、うん、でもう一回塩漬けをして、で今度また塩抜きをしてつけて抜いて、そうで粉をつけてこの白いやつからこの色になるまで何分かかると思いますか。20秒とか。おかずの天ぷらの青じそとかだったら20秒ぐらいで、ね、いけるとは思うんですけど、もみじの天ぷらはなんと1枚20分かかるんです。20分、はい、バク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 食べてもらうのはありがたいんですけど、はい、ものすごく手間がかかってるんで、ね、一口一口味わっていただけるとすごく嬉しいです。ちっちゃい頃ね、親に連れてこられて、はい、これ買ってもらったんですよ、はい、もうカリッカリで美味しいやん、美味しい、バク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 食べたんやけど、はいはい、大人になってどんだけ手間かかってるのかを知った時に心して食べる。ありがとうございます。もう飲み込めないです、なかなかそれ聞いちゃったら。やっとね、今だいたい半分ぐらい滝
先まで。やっと半分、はい、はい。ただね、ちょっとね、ここまで来たら、はい、寄ってほしいとこがあるんだわ。あ、もう立派な門構えですよ、はい、見えるでしょう、はい、ここまで来たらね、はい、ちょっとお寺さんに寄ってほしいんですよ。行きましょう、ね、はい、やってきたのは龍安寺。竹道の道中にあるこちらのお寺にはどんな歴史があるのでしょうか。創建がですね、1300年ほどの歴史と有しております、うん、修験道、山伏の開祖と言われている、まあ、縁の行者と言われる方が、はい、このお寺を、まあ、開山されたと、はい、こういう歴史がございます。縁の行者が箕面の滝で修行し、自ら弁財天の像を作成、滝の近くにお祭りするためのお堂を作ったのが始まりなんだそう。かつては箕面寺と称されていたそうなんですが、なぜ龍安寺という名前になったのでしょうか。あの龍安寺となったのは、うん、南北朝時代になります、はいはい、そもそもこのお寺はこの御祈祷のお寺でして、うんうん、はい、要はその家内安全とか、病気平癒とか、うん、そういったものをこのお願いされる、はい、のご祈祷というんですけれども、はい、そういったご祈祷のご依頼がこの朝廷ですね、はい、要は天皇家の方からも来るようになりまして、うん、南北朝時代にこの後醍醐天皇さんがこう戦に敗れて島流しにあっちゃうんですね、うん、そうですね、はい、その時にその部下たちが天皇さんが無事都へ戻って来られるように、うん、はい、まあ、ご祈祷してくださいと、はい、まあ、こういうご依頼が入るんです、はいはい、で、まあ、無事に天皇さん戻って来られまして、はい、そして、まあ、その、感謝といいますかでもってこのお寺に龍安寺という名前を頂戴したと、あ、まあ、こういう次第ですね。ということは龍安寺って僕ら今言うてますけど、はい、命名されたのは後醍醐天皇になりますね。っていう感じなんですか。ご丁寧じきじき。そんな由緒ある龍安寺ですが、実はあるものの発祥の地なんです。ご住職、このお寺、はい、今でこそみんなが当たり前のように楽しんでいる、はい、あるものの発祥地って言われてるんですよね。はい、あ、そうなんですか。ヒント出しましょうか。はい、ご住職、年末楽しまれる方多いですかね。あ、多いですね、はい、あと夏も楽しまれる方多いですかね。はい、わかりました。はい、どうぞ。年末ジャンボ、サマージャンボ、宝くじです。大正解でございます。どういう始まりやったんですか。うん、今のこの宝くじのその原点といいますか、はい、は江戸時代に、まあ、流行した富くじという、まあ、行事が原点モデルになってるんですね。その富くじを日本で最初に、行ったのがこの龍安寺です。はい、富くじってどんなやつなんですか。大きな木箱にその番号の書いた木札を入れます。はい、で上からそれを槍で突くんですね。で引き上げて、まあ、要は当選番号が当たると、まあ、そういった。それが宝くじの始まり。そう、実は当時の映画残ってるんよ。はい、大盛り上がりじゃないですか。そうやね、だって今の年末ジャンプとかも大盛り上がりやんか。それと一緒よ。いや、人って変わらないですね。さっきご住職槍でついてって言ってたよ。本当や、これ槍でついてるシーン。はい、なんで木札をこう授与されてそれを箱の中に入れたらドンって槍でついて、そこに先っちょについてた木札が大当たりと。そうですね、いうことなんですよね。はい、ちょっとライブ感あって楽しそう。盛り上がったんでしょうね。いや、そうだと思います。はい、うわー。富くじは現在も箕面の富として毎年10月10日に行われ、商売繁盛や家内安全のご利益を求めて多くの参拝者でにぎわいます。ちなみに当選者には大福守りが授けられるそうで、今回は特別に実際のお守りと富くじで使われる箱を見せていただきました。
りだいぶ大きい。すごい。重厚感ありますね。これも絵巻に使われてたものがそのまんま保存されてるってことなんですね。そうですね、はい。ちなみにご住職、はい、当たりの本数は何本やったんですか。3体ですね。3体当たります。3体か、この中から3体。で3体に自分の木札が当たりました、はい、大福お守り。大福お守り。あ、こちらになりますね。お守り？すごいやろ。厚みすごいですね。めちゃめちゃ。これはご利益ありそう。10月10日ですよ。はい。10月10日。見逃せないですね。ショウ。さあ、いよいよ行きましたね。見えてきました。箕面の滝ですよ。箕面の滝。お久しぶりで。もう久しぶりに見ましたけど、うん、やっぱパワーありますね。でも大阪からさ、はい、本当に電車で30分ちょいで歩いたらこんな自然のね、はい、そうなんですよ、ね、全然歩いて来られるっていうのがいいですよね、うん、これもちろん日本の滝100選入ってるんよ。迫力あるよね。もう自然のパワー感じます。ただ花さん、はい、ここで時間切れ前編終了となります。ゴールについて終了みたいな感じですね。後編はこの滝からスタートしたいと思います。今回のぶらり歴史歩きはここまで。2人が巡った地図はご覧の通り、大阪の人気スポット箕面の滝、およそ1300年以上前から修行の場として開かれ、今もなお多くの人に愛される場所であることが分かりました。次回も箕面市をぶらり歩き。それではまたお楽しみに。